こんにちは。青年海外協力隊コミュニティ開発稲葉健一です。パラグアイのイズルベ市に派遣されています。これから私の活動を紹介したいと思います。ここは地元住民が運営する農産品加工販売所です。私にとってメインの活動先でもあります。ここでは野菜のほか、チーズや肉の加工品、配合飼料などが生産販売されています。イズルベ市に来てから約11ヶ月の間、ここで実際の作業を経験しながら、広報の手伝い、業務効率の改善、原価計算、会計のサポートなどを行ってきました。現在では従業員や日々の業務の状況を確認しながら、主に管理業務に関する支援を行っています。活動で得た情報を関係者に伝えることも大事です。農村地域を自転車で訪問することも多いです。見ての通り舗装されている道はほとんどありません。また夏の日差しは強烈です。砂がサラサラになって自転車のタイヤが巻かれ、前へ進めなくなってしまうこともあります。サトウキビ畑が広がっています。家畜を飼育している場面もよく見かけます。この日は初めて向かうお宅のため、住民に先導してもらいました。農家の訪問先では野菜や家畜の状況のほか、家計や生活に関する状況のことも伺っています。ここはイズルベ市の小学校です。現在私は、生活改良を目的とした授業をテーマ学習という形で市内の各小学校を巡回して行っています。これから授業をしたいと思います。これは環境教育に関する授業です。水が汚れていく過程を説明しています。続いては家計簿に関する授業です。家計をうまく管理できていない家庭が多いことから始めました。また日本文化に関する紹介も行っています。この日はアジアの国々と比較しながら紹介をしました。この他にも環境に配慮した選択の仕方、身の回りの整理の仕方などを実際に体験しながら学ぶ機会を作っています。いかがでしたか？実際には思ったように進まなかったり、成果が見えず悩むこともあります。それでも長期的に現地の生活が向上するように地道に活動を続けていきたいと思っています。